で、あのその現実を認められないのが左翼だみたいな、はいはい、まあ、ね、そういうところじゃないですか、はい、でこれに関してですね、うん、私ちょっとあるところで、はい、某ところの、はい、某人たちとちょっと飲んできたんですよ、はいはいはい、昨日なんですけど、うん、でいろいろ話を聞きまして、まあ、事情通の方々ですよね、はい、まあ、その現場にいらっしゃるんですけど、はい、菅官房長官の記者会見で、はい、突進してる方いらっしゃいますか、はい、望月東京新聞の方々、はい、望月さんっていう、はい、あの方いらっしゃいましたね、はい、あの人のちょっと話になぜかなりましてですね、はい、だいぶ同じく彼女も、まあ、現実は見えてないかどうかは僕知らないですよ、はい、ただ、見えてないでしょいや、わかんないです、僕はそこは判断するには至らないんですけど、はい、彼らが言ってたのは東京新聞の方々は、はい、記者でも何でも、はい、めちゃめちゃいい人多いらしいんですよ。あ、そうなんですか。めっちゃいい人らしいんですよ、はい、みんな、はい、すごくあの当たり障りの、はい、当たり障りのないというか、もうあのみんなフレンドリーな方々ばっかりなんですけど、はいはい、彼女当たり障りのない、当たり障りのない、ちょっと待ってください、はい、それは誤解です、あの東京新聞の優秀な人いますから、でその、あの方がいらっしゃるんですけど、はい、彼女だけがその記者会見であのやっぱあの中で、うん、相当特殊な人らしいんですね。自分イケてると思ってますよね、彼女。っていうか、なんていうか、その、うん、はい、すごいなんかあの素質、やっぱ、あそこってほら記者クラブじゃないですか。そうですね、だから記者クラブなんで東京新聞の場ではないわけですよね。そうですね、はい、東京新聞の記者会見じゃないのにっていうことで、うん、その官邸側もそのあの記者クラブ側も全員がちょっと困ってて、はい、なんとこれ、まあ、これ僕聞いただけなんで分かんないですけど、はい、東京新聞の他のね、うん、あのキャップの人でも何でもいろんな人がいるんですけど、はい、その人たちが、うん、うちのいそこがすいません、ご迷惑おかけしますと言ってるらしいです。あ、はい、まあ、いいね、という噂を聞いてきました、はいはいはい、僕はだから本当かどうか分からないです、うん、僕は、はい、ただそういう噂があるよっていう話を聞いてきまして、うん、じゃあなんで外さないの。そう、それがなんかいろいろ社の方でなんか事情があるみたいで、うん、なんか外さないというふうにはおっしゃってましたよ、はい、事情があるっていうのは、なんか僕もよく分かんないですけど、そこすごい大事なとこじゃないですか。首に今 の、 そのだから東京新聞の上の人が、うん、なんか磯子さんになんかあんまり言えない人らしいんです。なんか怪しいね。いやいやいや、そういうことじゃなくて、うん、 ね、いや、なんかその、うん、まあ結構放任主義的な人かな。僕の印象ですよ。これは印象だから分かんないですけど。だって長谷川光陽さんは最近はね、論説委員の方ですね。論説委員かなんか外されたとかね。はい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 。ないですか。いや、でもね、社の中ではもちろん、まあ、自由にさせてもらってるっていうのがあって、基本的にはそんな、それは、はい、自由だって保守側のね意見を言ってるみたいな形で、はい、らしいです、生まれだったんですけど、はい、望月一族ってどう考えても迷惑かけてる。いや、なんかやっぱり周りから見るとやっぱ、うん、社会活動家というふうに見られてるという。まあそうですよね。で、彼女なんか政治部じゃなくて社会部出身とか、はい、なんかそういう話とかも、うん、でよく知識もないまま、うん、そう食い下がっていっちゃってる。空気も読めない。そう、それがあの記者クラブの中ではやっぱり非常に周りに迷惑をかけてて、まあ、はい、あとそれに朝日のなんとかさんって人が来ると相乗効果でガーっていっちゃうみたいな話は聞いて、誰だったんや、ちょっと名前忘れちゃいましたけど。はいはい、その辺の記者関係の話をちょっと聞いてきたんですけど、うん、はい、なんていうんですかね、やっぱその思い込みで突出しちゃうっていうのは、うん、はい、これ逆に孫子の方でね、我々 CD でも言いましたけど、はい、うん、そういうことをさせるって方が、うん、勘違いさせるってことが重要だとはね、はい、言ってましたから、はいはいはい、そういう人物も逆に僕は必要なのかなとちょっとおおらかな気持ちで、はいはい、見ましたけど、はいはい、いかがなんでしょうか、ね。でもまあちょっとね、菅さんかわいそうだなと思ってね。記者クラブの人間はみんなもう本当に何とかしてくれと。いや、もう腫れ物を触るような状況らしいですよ、今。なるほど。はい。いや、だって他の記者も言うべきだと思うんだよね。うん、お前ちょっとピントずれてるし、知識もないまま言うんじゃない、うん、ちゃんと勉強してから。やっぱ記者クラブの会合じゃないですか。あれ、だから記者全社平等なのに、はい、彼女だけがそれをやっぱりやっちゃってるんで、その辺は、うん、まあ、外国人は逆にそれがね、はい、彼女突出してるからやっぱ評価が高いみたいな感じになるっぽいところあるらしいんですよ。なるほど。ただ、あれ記者クラブの主催じゃないですか。そうですよね、はい。っていうところであんだけ突出していいのかっていうのはやっぱりあるらしくて、うん、はい、他のところの人たちにこう、かなり迷惑をかけてるという状況らしいです。そうですね。まあでも、それは事実だけども、なんか、はい、甘やかしちゃいけないと思うんですけどね。本当に、はい。はい。オーディオ CD、まあ、オーディオブックという形ですね。はい、どちらかというと。はい。はい、ですので、よろしかったらこの戦略の階層からスタートして、ここはもういただけたらと、肝ですね、はいはい、ここから入っていく、まあ、これを聞いてから
番組を見ると10倍わかる。より投射費、はい、そうです。でもう10倍。あれこの間3倍じゃなかったっけ。今10倍だって。今10倍なの。投射費。投射費。はい。投射費あの出ましたんで。はい。はい、あのだから損してるんですよね。あの10回見て初めて、ああ、やっと分かってきたなっていうのは、ね、もう先にこれ買っちゃってたら、ね、さっさとその領域に達してると、はい、いうことですので、グレートリープができるという、そうです。はい、まあ大躍進。時間の無駄をね、はい、あの避けたいなという人は、ね、ぜひ、はい、あのさっさと買うと。時間ないですからね、本当に今ね、はい、本当に。はい、で未来予測と戦略 CD、はい、これはあの戦略部門に持ってったね、はい、の上の方を、詳しくやってるという CD になってます。そうです。そしてリアリスト入門。まあ、リアリズムがね、ちょっとあのこの番組のテーマでもありますけれども、今年の傑作ですね。日本では非常に理解されてないというのがリアリズム、はい、それからですね、ルトワック、今来日中のルトワックですけど、はい、あの一発逆転ということで、はい、いろんな、まあ、ルトワックは深いですので、クーデター入門を、はい、まあ、中心にしてますけど、はいはい、彼の思想みたいなもの、はい、エッセンスをそこに注ぎ込んで、そうですね、いろいろ解説しております、はいはい、そして戦略三部作、戦争論、はい、そしてクラウズビッツですね、クラウズビッツのね、戦争論、それから知性学、はい、それから孫子と、この3つとも独特というか、はい、国際的な、はい、理解をもとにやっております、はい、うん、なので、日本で出てる書物の解説とは違うというところが、はい、アングルが違います、ね、なってます、はいはい。